日本国旗がたなびいてますね。今日はすごくいいお天気です。ということでね、今日はこれから里山を歩いてみたいと思います。現在1時5分です。緑とブルーが最高に綺麗ですね。スカイブルーでね、この橋を通るとここから向こうが里山です。池がありますね。ここね、うちからすごい近いんですよね。でね、日陰入るとね、結構涼しい。鳥も鳴いてますね。ね、こっち側はね、こういう山になってるんですね。で、こっち側が池。こんな感じの池があります。ああ、気持ちいい。ね、今日は平日なんでね、人が非常に少ないですね。まあ、普段からあんまり、ね、人いないんですけどね。里の館、舞台がありますね。どこ撮ろうかな、今日は。まあ、適当にね、気の向くままに進んでみたいと思います。ここね、結構ね、小枝が落ちてるんですよね。子供たちは結構拾って帰ってきたりします。のぞみの丘、こっち行きましょう。虫たちが鳴いています。一応ね、マムシに注意って書いてましたからね、気をつけて行きましょう。
竹林。綺麗ですね。美しいとしか言いようがないですね。あ、広場に出た。見事にこっちかな、のぞみの丘はこっち、反対か、こっちだね。空はこんな感じです。合ってる合ってる。よし、こっちこっち。何度来ても覚えられないですね。ここね、ちょっとずつね、開かれてってるんですよね。だからね、来るたんびにちょっと違ってたりとかしますね。ボランティアの方が作ってくださってます。よいしょ。のぞみビュー。木が茂って何にも見えないですね。あ、でもこれはこれでいいですね。ん？スズメバチ。注意していきましょう。よいしょ、よいしょ。あ、ベンチがある。もう近いんでしょうか。頂上 78.67m ということで、ここがきっと頂上ですね。周りはね、もう木が葉っぱがいっぱいで何にも見えないですね。何にも望めません。望めませんけど、望みの丘です。ちょっと見えるかな。結婚中の蜂ですね。後ろと後ろがつながってます。刺されると嫌なんで、この辺にしておきます。
こうゆっくり遠くにゲートタワービルが見えてますね。うわーこれすげえな、こんなのよく作ったな。休憩所、うんね、せっかくなんでね入ってみましょう。立派です。入れんのかな。入れる。あー木のいい匂い。こんな感じですね。テーブルが2つ、ホワイトボードもありますね。ここで作戦会議でもやるんですかね。あ、電気も来てる。ということでここはすごいですね。こんな立派なものが、切り株の椅子。ちょっと来ない間にできてました。ね、何作りっていうんですかね、これすごく立派です。あ、トイレも立派。こんなの知らない間にできてる。使えんのかな。あ、使える。バイオトイレって書いてますね。こんな立派なトイレができてましたね。女性とかね、子供連れてくると気に便利ですよね。トイレあった方がいいですからね。こっちは行き止まり、多分これ開墾中ですね。矢印が出てません。ということで水辺の広場が終わったんで、里の館はどっちだ、こっちか、こっち行ってみよう。とにかくね今日天気がいいんですよね。こんなですからね。ただね、この木陰に入ってると涼しいです。気持ちいいぐらいですね。ここね、イノシシもいるんですよね。でイノシシのね、ムタバとかいうのも、ね、なんかあるみたいね。お風呂入るとこね、ムタバ、泥の中でね、なんか寄生虫とか取るんでしょうね。あーすごい竹林。ここね、雨の後はね、来ちゃダメですよ。ドロドロになりますからね。雨が上がって、2日3日経ってからの方がいいですね。あ、トンボ。いるかな。
ね、ちょっと登って、軽い登りがあって、それから下ったら多分、元のところにね、帰れると思いますんで。鳥の声がね、安らぎますよね。何の鳥なのかな、わかんないな。鳥に詳しい方教えてください。うわ、快晴、気持ちいい。どこにいるんでしょうね。どこにいるんだかわかんないですね。鳥はどっかにいるんでしょうね、きっとね。よいしょ。里の館、まっすぐ。里の小道っていうのもあるんですよ。こっちはちょっとね、道が細いですね。小さいお子さん連れはね、ちょっと険しいかもしれないです。大人が行く分にはね、楽しいです。ただちゃんとした靴履いてた方がいいですね。これもね、里山の中にある畑ですね。あ、お米も植わってる。あれ人じゃないですよ。あれはカカシ。スモモ。スモモ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 のうちとか言いましたよね、小さい頃。早口言葉ですね。花も綺麗です。カラスもいるんですね。やっぱね、町が近いですからね、ここは。カラスもいます。あ、戻ってきた。よしよし。戻りました。ね、里の館。最初に見たマップです。ということでね、今日はこれで、家に帰りたいと思います。またお願いします。